滑り止めの滑り止め。どうもちゃ、篠原です。今回はですね、滑り止めの滑り止め対策について話したいと思います。で、滑り止めの滑り止め、どういったことかというと、まあ、例えば、早稲田を受けると、早稲田を受けようと思っている人ですね。早稲田を受けようと思っている人が、例えば明治あたりを滑り止め、まあ明治ちょっと滑り止めになるかっていうのは微妙なんですけど、まあ明治ぐらいを滑り止めにして、さらにその滑り止めとして、まあ法政か、日大かあたりをこう選ぶとなった時に、ここの対策はね、多分それなりにやると思うんですよ。ここの対策、まあもちろんここはやりますよね。でここもまあまあやると思うんですけど、ここをどうするかって話をしたいと思います。で、まずですね、センター受ける人はセンター利用で通ろうぜっていうのがほとんどのまあ僕の意見です。だから滑り止めの滑り止めはこう受けないというのが一番の理想、対策せずして受かってるというのが一番の理想なので、できればセンターあたりでこういう子は仕留めておきたいんですが、それでも受ける羽目になったぞとなった時にどうするかというと、試験3日前です。試験3日前からやります。か前から過去問を3年分1日1年分ずつやるということですね。だいたいこういう私立の滑り止めの滑り止めになるような、大学ですとか、そういった大学っていうのは赤本がだいたい3年分ぐらいしか載ってません。その3年分を解いて3日前からちゃんと時間を計って解いて、で、あこういう傾向で来るんやなっていうことが分かった上で、ここでまあちゃんと合格点が取れてるかどうかです。万が一合格点が取れてない場合、3年分やってみて1回も合格点が取れなかった、まあ1回目はしょうがないですよ、傾向が分かってないから。2回目以降も取れなかった場合、3回目も取れなかった場合、受けるのやめた方がいいかもしれないですね、多分受かんないから。はい、そういう場合は滑り止めの滑り止め学校の選択を間違えたとしか言いようがないですね。はい、なので、試験3日前から解いて3年分だけ過去問やってみて、ああやっぱりできる、取れるな、じゃあもう大丈夫だな、受かりそうだって言って受けれるのが理想です。でそうなるように勉強していただきたいなと思います。はい、これをですね、12月の下旬ぐらいからちまちまやるとか、やりだすと、もうそれは時間のかけすぎ。僕は大学受験っていうのは、早稲田行きたいと思ってる人は、明治とか法政とか日大とか、その他いろんな大学、東大、京大、阪大、一橋、もう全部クソ大学だと思ってます。早稲田に行きたい人は、早稲田にさえ受かればよくて、それ以外の大学はもうオブツ。もう全部オブツです。全部オブツだとしたときに、じゃあここ大学対策の、本命の大学対策の勉強をどうするかというのが一番大事なことだと思うんですね。で、そのためにはやっぱりかかるのは時間なんですよ。やれ時間もかかる、予備校とかに行ったら金もかかるとっていうのを、この本命、自分の夢を叶えることに全力を尽くしてほしいんですね。こっちとかこっちとかこっちとかもうクソ大学、クソ大学ですので、もう試験の3日前から徐々に対策しだす、過去問3年分だけとりあえずやってみて、それで受けに行くというのがいいと思います。はい、です。ということで、今回滑り止めの滑り止め対策についてお話ししました。ぜひ、本命校に時間割くために、これ滑り止めの滑り止め、この辺の対策はもう後回しでいいかなと思います。今回のこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。